皆様、こんにちは。タック CI 講座でございます。この動画ではですね、パンフレットを用いて CIA 公認内部監査人という資格の概要と、あとはタックでですね、試験対策講座を展開しておりますので、こちらのご紹介をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい。それでは一緒にですね、パンフレットを見て中身をご説明させていただきます。はい。 まずは1ページ目からいきます。組織の崩壊を防いで企業価値向上を目指すのが CIA と、本人内部監査人という資格ですね、はいえー。内部統制、内部監査に関するスペシャリストを称する国際的な資格になっております。元は、えー、アメリカから来ていますけれども、世界約190の国と地域で実施をされておりますので、この分野の資格としてはですね、世界的に一番有名な資格になっております。 試合ですけれども、組織やその構成員を守るために、内部統制の有効性を評価、改善を促し、組織が目標を達成することを支援しております。およその学習時間を大体300から400時間と言われておりますので、社会人の方が多いんですね。で、1日1時間勉強するとなると、まあ1年ぐらい。はい。1時間半とか2時間勉強できるという方は、えー、合格までの期間をぐっと短くできるというふうに考えられます。 はい、えー、その下、日本国内における CIA 試,試験合格者数の推移でございますけれども、累計で今ですね、1万2136名の方が合格をされております。はい単年の合格率の推移、合格者数ですね、の推移出てますけれども、2023年度は合格者数がぐっと増えておりますね、803名の方が合格されております。はい えー、このような数字が出ておりますので、近年はちょっと合格者数が増えておりますので、まあ勉強するきっかけとしては、今はいい時期なのかなというふうに思います。はい。それではなぜ組織体に CIA が必要なんでしょうかという次のページになりますけれども、えー、図がありまして、組織外部、組織内部というものがあります。主にはこの組織内部のところをチェックするという、えー、まあ役割があるわけですね。 経営者のもと、この資格が会社だと思っていただければというふうに思いますけれども、国が違ってもですね、会社が違っても、まあ部門が違ってもですね、えー、その組織内独自なインターナルコントロール、内部統制というものがあると思います。えー、内部統制ですね、えー、企業が適正な事業活動を維持するために、独自に構築する社内ルールや管理体制などの仕組みを言いますけれども、こういった内部統制が、 国際的なルール、内部監査のルールに、えー、照らし合わせたときにですね、それは有効的に、まあ、動いているのかということをチェックして評価をする。またうまくいっていないのであればですね、経営陣にですね、改善を働きかけるということでですね、組織が健全に動くようにですね、それを支援するという、まあ、こういう役割がございます。 はい。ですので、CIA が組織内部に、えー、いるということはですね、国際的なルールを守って、一定基準以上の、まあ、ルールのもとで活動しているというですね、まあ、客観的な証拠になりますので、企業価値の、えー、向上にですね、まあ、間接的に寄与するというところでございます。ですので、試験自体もこの組織内部のところが主に問われるということになります。 えー、次のページからが実際の試験制度の話になっていきます。はい。申し込み要件と認定要件というのもありますね。はい。試合試験ですけれども、認定資格受験者管理システム、CCMS というシステムを通して受験情報が管理されることになりますね。えー、受験の際はまずアカウントの作成が必要となります。はい。 大きく表がありますけれども、まあ4つ要件がありまして、実務経験というのを積む必要があるんですけれども、学士号、大学まで卒業された方は24ヶ月、中士号、大学院まで卒業されている方は12ヶ月で OK でございます。はい。試験プログラムの有効期間3年というふうにありますけれども、初回受験申し込み登録完了から3年以内に1から4を満たしてくださいねというルールになりますので、 えー、試験自体は一科目一科目、えー、自分でですね、受験日を選ぶことができますので、3年という有効期限のない間に全部あの満たしてくださいねという、まあ、一番最初の基準のルールがあります、えー。一つ目、教育要件になりますけれども、学歴証明の証拠書類が必要になるんですね。 学位証明書とか卒業証明書が必要になりますので、ご出身の大学の学児センターなどに問い合わせしていただくとですね、まあ、およそ数百円でそういったデータだとか書類とか出せると思うので、それをデータ化していただいて CCMS へアップロードしていただければ OK です。二つ目、身分証明書ですね。現在有効な政府発行の顔写真付きの身分証明書が必要になります。 運転免許証とかパスポートになりますけれども、これもデータ化していただいてアップロードしていただければ OK でございます。はい、3つ目、試験の合格。試験は3科目になるんですね。初回受験申し込み登録完了から3年以内に以下3パートの合格が必要ですというふうにあります。1科目1科目ですね、えー。ご自身のタイミングで受験することができますので、3年以内に受かっていただければ OK でございます。4つ目、リズム経験ですね。 初回受験申し込み登録完了から3年以内の2位のタイミングで実務経験の証明が必要となります。以下の実務経験を証明できる現在の上司、または III 国際資格ご一の方にご依頼くださいというふうになります。はい。 内部監査、品質のアシュアランス、リスクマネジメント、監査評価懲戒、コンプライアンス、外部監査、内部統制というふうになっておりますので、えー、この証明をですね、まあ女子の方にしていただくといったところなので、CCMS にですね、そういった実務経験を入力する欄がありますので、そこに入力していただければということでございます。はい、試験の概要に行きます。 CIA 試験は次の3科目から構成され、科目合格制度というふうになっております。はい。この動画を収録させていただいているのが、11月1日になりますけれども、実はですね、CIA 試験というのは、少し大きくしますけれども、2025年7月1日より試験範囲が変更となる予定というですね、ええー、ことがですね、あのー、教会から発表が、えー、ありました。はい。 ですが、現時点でですね、どのような試験範囲になるのかというシラバスまではですね、発表になっていないんですね。はい。ですので、えー、この動画でお伝えするのはですね、2025年6月までは少なくとも行われる現行試験についてお話をさせていただいて、えー、いただきます。はい。そして、新試験範囲、新シラバスに関しましては、情報を入手次第ですね、 えー、内容を精査してですね、えー、その後、タクのホームページ等で、えー、情報を更新させていただきますので、もしご興味がありましたらですね、えー、定期的にチェックをいただけましたら幸いでございます。はい。はい。前提をお話しさせていただきまして、中身に入っていきますけれども、試合試験ですね、2025年6月末までの試験ですけれども、3科目から構成されて、科目合格制度となっております。 パート1が内部監査に不可欠な要素、パート2が実務、パート3がビジネス知識というふうになっております。先にお伝えすると、パート1と2がいわゆる内部監査についている内容です。パート3はビジネス知識になりますので、内容がかなり、あの、異なっております。はい。なのでおすすめとしては、パート1とパート2は一緒に勉強をして、近い日程で受験されることをおすすめします。 内部監査に不可欠な要素、パート1なんですけれども、内容を見ると内部監査の基礎とかですね、独立性と客観性とかですね、まあ、本当に基礎的なところだったりとか、基準書で問われているような内容っていうのが結構ダイレクトに出たりします。はい。そして実務のところですね。実務のところは、1を知っている前提でケーススタディが結構出るということなんですね。 ただ、1と2で基礎的なところと応用的な内容とか、えっと、総論と格論みたいなところが、どこからどこまでが1で2なんだ、どこから2なんだっていう線引きがなかなか難しいですので、ここは1と2一緒に勉強していただいて、近い日程で受けた方がいいかなというところでございます。パ、えー、ートスレはビジネス知識になりますので、内部監査は実はあまり関係なくてですね、えー、 ビジネスマンとして知っておいた方がいい知識みたいなのをいろいろ聞かれる科目になっています。ですので、財務会計とかですね、管理会計、IT 系の知識、そういったものが問われるということでございます。はい。試験会場ですね、ピアソンビューというコンピューター試験センターがですね、日本全国にあるんですけれども、ここがテストセンター会場になります。試験は通年で科目ごとに受験が可能になっています。 テストセンターの営業日であればご自身で受験日を決めることができます。試験方式はコンピューターベーステスト。1人1台パソコンが与えられてですね。出題形式は全部4択問題です。出題,形出題数は科目各科目100から125台。試験時間は2時間から2時間半です。受験言語は日本語で受験ができます。試験結果は採点は科目ごとに行われて、 点は250から750ポイントのスケールドスコアに換算されます。合格ラインは各科目600ポイント以上になっています。はい、えー。終了後に仮の試験結果が発表されまして、48時間以内に正式な結果が CCMS 上で確認可能となるんですね。はい。再受験、不合格だった科目は前回受験から30日が経ては申し込み可能と。まあ、このような形になっています。はい。 そして合格率についてはですね、協会から発表はありませんので、なかなか全体の合格率がどのぐらいなんだっていうのは、割合を出すことがなかなか難しいんですけれども、あくまでここだけの話ですね。あの、アンケートとかですね、タ a クの独自調査で推測になりますけれども、タ a クが把握している限りは、だいたい合格率っていうのは3割から40%ぐらい、30から40%ぐらい、 がいいところなのではないかなというふうに、タックとしては推測をしております。はい。えー、受験費用のところに行きます。はい。表がありまして、IIA というふうに書いてますけれども、IIA というのはですね、内部監査人協会さんの略称になっています。えー、協会さんがですね、年会費として2万円で個人会員というものを募集しております。 そして試験なんですけれども、個人会員の方は安く受験ができると。まあ、そういう制度になっておりますので、これを表を見ていただくと、登録料、個人会員の方は1万8000円、会員以外の方は3万6000円、試合パート1の受験料4万6000円、えー、個人会員以外は6万6000円なんていうふうにありますので、実はですね、2万円以上差が出てきますので、基本的には個人会員に え、なっていただいた方がお得になります。はい。受験手続き0から6番のステップに書いてますけれども、ステップ0、ご希望の方のみ IIA の個人会員登録すると。はい。基本的には受験される方は皆さんなっていただいた方が、え、金額的に楽に、あのー、お得になります。はい。え、ステップ1、CCMS アカウントを作成する。これは無料で作れます。協会さんのホームページが作れます。 ステップ2、CCMS 上で必要事項を入力してください。そして証明書のアップロードをしてください。ステップ3、受験申し込みです。ここで試験が3科目ありますので、えー、受験ができそうな科目を申し込むと。そうすると CCMS 上で受験申し込み登録の完了が終了しましたというふうになりますので、えー、CCMS 上で自分が受けたい日時、そして自分が受けたい会場の予約をしてください。 ステップ6、その日に受験をしに行ってください。これを3科目ぐるぐる回していただいて、3年以内に全科目合格できれば OK という、まあシンプルなルールになっています。はい、それでは次のページですね。タックの強みはというところで、ここから対策講座タックやっておりますので、タックのご紹介をさせていただきます。タックの強み1つ目、リーズナブルな受講料と。 タク試合講座では、試合本課生 IPPF 教材ありコースを18万8000円でご受講いただけます、えー。受講料にですね、テキスト、トレーニング、講義含まれておりますし、えーす、カリキュラムに沿ってですね、割合等ですね、加味して作っておりますので、内部監査内部統制の学習が初めての方でも安心して勉強を進めることができます。受講料の中には、 自主室や質問メールの使用料も含まれておりますので、コストパフォーマンスと、パフォーマンスとしてもですね、ご好評をいただいております。二つ目、豊富な問題です。約1600問と。えー、試合試験なんですけれども、本試験問題が実は好評になっていないんですね。パソコン試験になるんですけれども、一人一台パソコンを与えられて、 100問なら100問をバーンと解くわけなんですけれども、解いた後はもう試験は終了というふうになってですね、あとは全体の合否の、まあ、結果が出るだけになりますので、解いた試験問題が、えー、合っていたのか、間違っていたのか、また解説はどうなんだっていうのは公表がされない試験になっています。はい。ですので、この問題が出るので、これさえ覚えておけば大丈夫よ、みたいなものはちょっと業界には 存在がしないような試験なんですね。ですので合格するためには、やはり IPPS というまあ基準をですね、えー、正しく理解して正確に覚えるということと、または予想問題を多く解くことがまあ一番の近道となっています。タックはテキストとトレーニング合わせて約1600問の問題を掲載しておりますので、まあ、これで対策ができ,できるということです。はい。3つ目、出題傾向に沿った教材と。 新試験対策も安心というふうな強みがあります。タク試合講座ですね。IIEA、教会さんが公表している出題シラバスを分析し、教材を作成しております。出題割合加味しておりますので、パーセントが多いところ、大きいところはですね、やはり厚めに作っておりますし、パーセントが、出題パーセントが少ないところは、まあ、少なめなボリュームになってますので、効率的、効果的に勉強することができます。 現行試験が2019年10月にスタートしましたので、そして予定では2025年の6月までというふうになっておりますので、この対応版が今動いております。はい。そして先ほどとチョークしてしまいますけれども、新たな試験範囲、7月、来年の7月1日からの試験範囲なんですけれども、11月現在まだ未発表なんですね。なので、別れ次第、まあ教材も作っていきますし、フォローも えー、ご案内していくという話になるんですけれども、現時点で決まっていることとしましては、何らかのフォローはさせていただくんですけれども、新試験範囲対策用のフォローですけれども、えー、講義、新たに収録する講義とデジタルでの教材は無料。紙の教材は、えー、新たに作成をして印刷をして発送等もありますので、別途ご希望の方は1万円から2万円程度で、 え、フォローさせていただくというものを予定しております。また詳細は新シラバスが公表後、2025年3月頃までには決定できるんではないかなというふうに思いますので、えー、そうですね、決まり次第発表させていただきますので、今しばらくお時間いただけましたら幸いです。はい、続きまして、ま、合格者のあの、インタビューがありますので、こちらの方はお時間があるときにちょっと見ていただければというふうに思います。はい。 続いて講師のご紹介させていただきます。現行試験対策では講師がお二人いまして、小菅講師と田中講師でお二人に担当していただいています。小菅講師は教室講義と2021年の収録分を担当いただいています。田中講師は2019年の収録講義を担当いただいております。 現在の試験が2019年からスタートしておりますので、まあ、だいぶ長いこと、まあ、あの動いているわけなんです。まあ、その間、教材というものは1種類ではありますけれども、講師2人いますので、2019年に収録をしたものと、2021年で収録したものがありますので、タックに入っていただけると、両方の先生の講義、もう一括、 一括視聴可能なので、すべて Web 講義で載ってますので、ご自身のタイミングでどんどん授業を見ることができます。両方見ても大丈夫ですし、どっちかの先生だけでも大丈夫です。はい。オリジナル教材です。教材はテキストが4冊、IPPF という、まあ、基準書ですね。協、えー、会さんが発行している内部監査人協会専門職的実施の国際フレームワーク2017年版というものが、 えー、まあ、これを読み込んでいただいて、ここから出ますので、はい。これがついているというものです。トレーニング、問題集になりますけれども、これも4冊あります。はい。そしてトレーニング、紙教材のものですけれども、これも10問区切りで Web 上にアップしておりますので、Web トレーニングというようなことでですね、インターネット環境があれば、例えばスマートフォンとかタブレットとかパソコンとかでも問題,集問題を解くことが可能でございます。 はい、えー。続いて学習メディアですね。重複になってしまう部分ありますけれども、Web 通信講座プラス教室フリーパス制度という制度を取っております。Web 通信としては講義、えー、2パターンですね。2人の先生のものがありまして、一括配信になってますので、入っていただくとどんどん授業を見ることができます。教室フリーパス制度というのは、ライブの対面の講義をですね、土曜日か日曜日の午前中に 東京駅の八重洲港でですね、あの実施をしております。予約不要になってますので、日程、タイミングが合えばですね、こちらにご参加いただくことも可能でございます。はい。続きまして、充実のフォローというところですね。はい。Web スクール、タックの受講生サイトという、まあ画像があってますけれども、えー、まず Web スクールというサイトですね、タックに入っていただくと、お一人お一人 ID とパスワード付与させていただくので、Web スクールというものに え、ログインすることができます。ここでウェブ講義ですね。いつでも講義主張が可能でございます。また質問メールですね。わからないことがありましたら、ぜひこちらから質問メールを出してください。支援本科生は30回、各科目の単価生は5回までとなりますけれども、数営業日で回答、え、返信させていただいております。はい、続きまして、大きなフォローとしては自習室ですね。 講義等で使用してない教室は自習室としてご利用いただけます。タックはですね、いろんな校舎ありまして、授業をしてないところは自習室として開放しておりますので、で、多くの校舎をですね、朝9時台から夜9時台ぐらいまでやっていることが多いですので、例えばご自宅の近くとか、えー、そうですね、お勤め先の近くとか、または、あの、最寄りの乗り換えの 駅の近くにタクがあるとか、そういった場合でありましたら、予約不要で来ていただいて、自習室として勉強できますので、ぜひこれもですね、えー、ご活用、ご利用いただければな、というふうに思います。はい。それでは続いて、コースガイドですね。大体の勉強のボリューム感ご紹介しますけれども、パート1が内部監査の基礎、講義全部で7回、合計17.5時間と、1回の授業大体2.5時間です。パート2が全部で6 回合計15時間ハート3が全部で13回、合計で32.5時間というふうにありますけれども、講義は全部でだいたい26回、合計がだいたい65時間ぐらいになります。はい。これに対して、アンケート等で見るとですね、全科目合格するためにだいたい皆さん300から400時間勉強されているんですね。そうすると、講義1に対して、だいたい4倍から5倍ぐらいは、 アウトプットだったりとか、テキスト読み込んだりだとか、あと不足部分をご自身でお調べいただいたりですとか、そういった形で勉強されていますので、だいたいインプット1に対して4倍から5倍ぐらいはアウトプットとか他のことをするんだよと。あと IPPF、IPPF という教材をですね、だいたい4回ぐらいはで対、ね、できれば精読、熟読いただければなというふうに思います。 はい。続いて本課生コース。改めましてご紹介ですけれども、えー、タクは最もお勧すすめするオールインワンのメインコースになっています。受講料は18万8000円。この IPPF という協会が発行している本ですけれども、4400円になりますので、もしお持ちの方がいらっしゃいましたら、2冊持ってても仕方ないので、純粋に引いた18万3600円というコースもご用意しております。 続いて、単価成功数になりますけれども、単価でもご受講が可能でございます。はい。サポートコースというものが2つだけありまして、ベーシック会計というものと、ウェブ模擬試験というものがあります。ベーシック会計というのは、パート3という科目で、会計に関する出題があるんですね。ですので、全く会計をやったことがないよという方はですね、もしよろしければ基礎的な内容、 全部の6回の授業でですね、身につけることができますので、こちらの方もプラスで、えー、お求めいただければと、そして勉強していただければと思います。はい。Web 模擬試験というのはですね、本課生でついてくる1600の問題とは全く別の新作問題になってます。はい。こちらは一番最初は、えー、まだいらないと思います。一通り勉強していただいた後にですね、 インターネット環境で時間を計って初見の問題を解きたいみたいな時にですね、もしよろしければ追加でプラスでご購入いただいて解いていただければなというサポートのコースになっております。はい。えー、続いて日程表ですね。Web 視聴開始日という表がありますけれども、まず授業としてはですね、な毎月開講になるんですけれども、いつ入っていただいても 見れる授業、そして、えー、お送りさせていただく教材、全部一緒でございます。本当に違いは、1ヶ月ずれていれば、1ヶ月受講期間が長いか短いか、だけの話になりますので、今、こちらの、えー、動画をですね、ご視聴いただいている方がですね、まあ、何月に聞いていただくかによるんですけれども、その一番直近近い入学月をおも、お申し込みいただければ、問題ない。えー、そういうような、 えー、違いになってます。はい。まず11月入学になりますけれども、11月1日金曜日から全部の授業が一括でもう見ることができます。教材発送日程ですね。11月入学であれば10月28日以降一括発送になってます。なので、例えばまあ1月で見ていくと、 1>, 1月8日に教材を一括発送させていただいて、1月14日から授業が見れるようになると。まあ、こんなような見方ですね。はい。えー、続いて、受講期間ですね。受講期間は、本科生は2年間、各単科生、えー、サポートコースは1年間になってますので、 受講開始から11月入学であれば、えー、2年後、2026年の10月31日までが受講期間になっています。この期間の間であれば、ウェブ授業が見ることできますし、質問メールも出すことができますし、自習室もご利用いただけるとか、えー、そういうたのサービスが2年間使えますよという、そういった期限になっています。はい、教室日程のご紹介になります。これはですね、通える方はという話になりますけれども、 教室講義は主に11月スタートと5月スタート。年2回、2回転しております。はい。で、えー、11月から、11月9日から八重洲校で午前中スタートする予定です。基本的には毎週土曜日午前中一コマという形になりますけれども、パート1とパート2は現行試験。来年2025年6月までの試験に間に合いますので、えー、予定通り実施をしていく。 えーというスケジュールです。はい。そしてパート3のところ、2025年3月下旬スタート予定というのはいつも通りのスケジュールなんで、例年のスケジュールなんですけれども、3月から毎週スタートをすると、現行試験2025年の6月末までに間に合わない可能性がありますので、ここはですね、今後シラバスが出たりだとか、あとはフォローが実際に決まってきましたら、 過渡期のため、実施なしとさせていただく可能性がありますので、あらかじめご了承ください。えそして、改めて来年の5月からはですね、新試験対応ということで、新しい教材がその時には、まあ、おそらくできている予定になりますので、5月のどこかの日曜日からパート1対策、えー、7月からパート2対策、えー、改めて9月から日曜日ですね、パート3対策はできる予定で動いております。 まあこのあたりはあくまで計画になりますので、少し前後する可能性がありますけれども、より詳細は来年2025年3月発行予定のパンフレット、およびホームページ等でですね、お知らせをさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。 それでは受講料一致なんですね。受講料重複になりますけれども、通常受講料は18万8000円になりますけれども、特殊な割引が2つほどありますので、ここで少しご紹介させてください。1つが内部監査士割引40%オフというものでございます。IIA ですね。内部監査、いまん。IIA Japan 日本内部監査協会さんがですね、CIA の試験とは別に内部監査士というですね、まあ、称号を付与しておりますので、 これをお持ちの方いらっしゃいましたら、少しこう学習内容を被る部分もありますので、タックの試合講座は40%オフとさせていただいております。はい。もう一つ、タコ学習経験者割引40%オフというものがありますけれども、タコさんで勉強されている方いらっしゃいましたら、その証明を出していただければ40%オフとなるということでございます。はい。それではずーっと進ませていただいて、 えー、CPE とはというページですね。CPE Continuing Professional Education 継続的専門能力開発制度というものなんですけれども、これは合格した後の話ですね。合格した後の話なんですけれども、皆様が CIA という資格を活かして、それを維持してですね、えー、名詞等に書くとか、えー、使っていきたいというようになった場合はですね、毎年一定の えー、継続教育単位を取ってですね、協会さんに、あのー、登録、えー、申請する必要があります。そういう制度があるということですね。頭の片隅に覚えておいていただけると思います。いただければというふうに思います。えー、必要な CPU の単位数なんですけれども、実は受かった年は何もしなくていいです。はい。受かった年の翌年より毎年12月に報告が必要になるんですね。 で内部監査をやっている方は40単位。内部監査をやっていない方は20単位 CP が必要となります。はい。えー、CP の取得方法になりますけれども、CIA の専門的能力の開発や維持に貢献する分野であれば、えー、監査だけじゃなくてですね、会計とか IT とか、まあ、幅広い分野のものが認められます、えー。CP 単位は50分1単位として付与されます。 で、基本的な方向としてはですね、えー、2万円を払って個人会員になっている方が多いんです。はい。で、協会さんの個人会員になっているとですね、まあ、いろんな連絡が来てですね、この CP をいろいろ稼げるような仕組みがあります。はい。毎月の、こう、まあ、ちょっとした確認テストみたいなものだったりだとか、 あとは、協会様がですね、いろいろセミナー実施していただいておりますので、それを視聴することによって数単位ずつもらったりとかですね。それを今1年間ありますので、書き集めて20単位だとか40単位だとか取得していただいて、報告をしていただけると、していただければなというふうに思います。はい。では最後ですね。最後のページになりますけれども、一般教育、 一般教育訓練給付制度というものをご紹介して、今回の動画は終了とさせていただきたいと思います。はい。こちらの制度は国の制度になってまして、まあ、国が認めた勉強プログラムをですね、しっかり終了した場合は、えー、かかった受講料の20%、上限10万円をハローワークが支給をしますよという制度ですね。はい。勉強したい方を応援する制度になっておりますので、 対象の方はぜひ使っていただければなというふうに思います、えー。制度ご利用の6ステップというふうにありますけれども、ステップ1、本人に支給要件があるか確認というふうになります、えー。受講開始日において雇用保険の非保険者機関が要件を満たしているか確認してくださいというふうになりますけれども、まあ、大まかに言いますと、雇用保険を1年以上納めていれば OK です。はい。過去に使ったことがある方はですね、えー、3年以上納めていれば OK。 という形になります。はい。で、実際具体的にはですね、ハローワークさんへお問い合わせいただければ、不安な方は対象かどうか教えていただけます。ステップ2、タックで講座を申し込みというふうにありますので、試合講座は本科生が対象となっております。ステップ3、タックで受講というふうにあります。タックは通信講座で申請をしておりますので、3行目、4行目が要件となります。 添削等案提出要件、終了日までに添削等案提出率が80%以上あることというふうになりますので、具体的にはミニテストが4回ありますので、4回中4回全部開始いただくこと。そして終了試験。終了試験での正当率が60%以上あることというふうになりますので、これはですね、約8ヶ月後にですね、ウェブで試験を行います。これで60%以上取っていただければ大丈夫ということでございます。 そうすると、ステップ4、受講終了と、終了要件を満たした終了した方にはですね、終了日以降にタッグより終了証明書及びハローワークさんへ提出する関係書類を郵送させていただきます。ステップ5ですね、ご本人様がハローワークさんへ給付金支給申請をしてください。ステップ6、そうすると教育訓練給付金受給ということで、 えー、かかった受講料の20%部分がハローワークさんから振り込まれます。はい。これ20%になりますので、まあ、18万8000円という、まあ、受講料になりますけれども、これの、まあ20、20%ですね。何か、あの、割引がある方は割引後から、えー、割引後の額の20%になりますけれども、まあ、18万8000となると20%としても、えっ、ー、と、 3万7000いくらとか、まあ、そのぐらいの額になってきますので、えー、そうですね、上限が10万円になるので、勉強したいものが50万円の商品であれば満額10万円という風になるんですけれども、まあ、なかなかね、そのバン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 毎年勉強するっていう方も少ないと思いますので、この CI 勉強するという方はですね、ぜひ、えー、このタイミングで使っていただければなというふうに思っております。 はい。それでは、えー、お時間いただいておりますけれども、以上で、えー、動画ですね、解説終了とさせていただきます。はい。ぜひタックでですね、CIA の受講ご検討いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。